はい、おはようございます。はい、一軒家のそばを流れる川っていうか、まあ沢ですね、沢で、ここでちょっと水力発電したいんですが、どこに水車を作るかが問題ですよね。例えばここに作ろうとすると流れがあんまりないので水車はそんなに回らないと思うんですよ。こっちとかがいいですよね、流れが速いところ。ただ岩があるので水車が回転した時にぶつかると思うんですよ。ここもちょっと難しいんじゃないかなと思ってます。こっちも浅いっすね。あ、ここはまあまあいいっすね。なんかホースがあるんですよ。多分どっかに水引いてると思うんですけど、未だにどこに繋がってるか分かってないですね、自分も。ここ結構流れ速いっすね、このエリア、このエリア。こっちはやっぱり岩があるから水車がぶつかるんですよ。ここ結構速い、水深も深いっすね。まあまあこっち第一候補っすね。ここが塩ビパイプがあるから汚水みたいに見えるんですけど、山から流れてきた水がここに流れてきてます。ここ結構良さそうじゃないですか。まあ、これが例えば水車の軸だとしたら、水車に水が当たって回転できるから水深は関係ないんだ。水が出てるところをたどっていくと、でここはタンクがあります。タンク、このタンクは今使われてないですね。この水はおそらくこの上にある沢から引っ張ってきてますね。こっち側もあるんですよ、こっち側水が流れていて。あ、カニがいる、カニ、サワガニってやつ。あ、2匹いるわ。この水はですね、雨水が出てきてて、でここから出てきたやつがここに流れていってるって感じです。最近雨降ってたんで流れてるんですけど、晴れが続いた日はここまで出てこないですね。沢から入ってきた水と山から流れてきた水が合流してここに来てるって感じですね。ということで早速水車作り開始ですね。どうやって作るかですね。とりあえずちょっと部品を探していきます。水車か、羽みたいのがあって水を受けて流れていく感じなんで、羽を作る材料みたいのが必要ですよね。瓦か、羽には見えるな。木よりも金属の方がいいか。やば、また来てしまった。分かってるぜ、どうせ入るんだろう今日も。しょうがねえな。前回ヘビがですね、この辺から出てきたんですよ。ここにいるんじゃないかって俺は、ね、睨んでるんで。ああ、ちょっと今日曇ってるから暗い。懐中電灯持ってきました。なんだこれは。あ、これ草刈り機の刃か。めっちゃあるじゃない。食器もあるし、捨てずに取ってたのか。結構丈夫だな。待てよ。これ使えるかも。ちょっと今ひらめきましたね。持っていきますか、これ。なんかいけそうな気がする。入る。これをうまくボルトに固定して回したら水車みたいに回ると思うんですよ。部品が足りないっすね。多分ホームセンター行ったらなんかありそうな気がする。ちょっと行ってきます。めっちゃいいのありました。じゃーん。何に使う部品かはちょっとわからないんですけど、これをですよ、両サイド挟み込んだら
こいつ固定されるんですよ。スパナが必要。スパナはあるとこわかるんだな。もう一個必要。あった。強く締めた方がいいな。うわ、勝った。マジだかんな。なんで？ちょっと問題発生ですね。草刈り機の刃に穴開けようとしてるんですけど、貫通しないっすね。大家さんからですね、お借りしてる工具にまだ使ったことないんですけど、でかいなこれ。電動ドリル。インパクトドライバーとまた違うらしいんですよ。おお。よし。動くか、実験します。まず第一候補から実験していきます。いくぜ。うわ、怖っ。大丈夫だよ。ピホ入らない。入った。ダメだ、撤退。ちょっとダメでしたね。まず幅が狭いってのと、意外に流れがなかったっす。葉っぱが流れていかないんですよ。やばい、残りこっちしか残ってない。第二候補、下が平たいんで安全っすね。お、下にトンネルある。こっち側トンネルがありますね。こっちからも水流れてきてるわ。知らんかった。いけ。おお、回った。回った。すげえ。早い。めっちゃ早い。オッケー。よっしゃ。めっちゃ濡れた。待って。朗報。こっち最高っすね。こっちやばい。めっちゃ回った。水の落差の力を利用して回転したって感じがしましたね。ということはっすよ。落差を利用したのであれば水車は下にあった方がいいのか。あとですね、思ったのが、水を受けた時にここに力が抜けると思ったんですよね。水当たってここに鍵爪みたいなやつつけたら水の力が抜けずに回転に力が加わるんじゃないかなと思いましたね。ということで回収開始。
ここの接触するところ抵抗があるので回転を阻害するんじゃないかなと思ってますね。少しで、あと回り続けると木材なんで下に削れていきそうなんですよ。ここをちょっと修正します。完成しました。めっちゃ大変でした。結構細かい部分が難しくて手間取っちゃいましたね。一番工夫したところはこちらですね。プーリーと呼ばれるもので滑車って意味らしいんですけど、回転するとこのモーターにつながっている部分がたくさん回転するような仕組みですね。自転車と一緒ですね。比率がですね5対1なので、プーリーをつけない時に比べて約5倍ですね、モーターが回転するようになってます。モーター部分濡れないようにフレキホースでカバーしてるんですけど、モーターから出た配線が下につながってるっていう形になります。運命の瞬間ですね。さあ動くのか。よっしゃ行くぞ。やべ緊張する。相当時間かけてるぞこれ。よいしょ、大事に大事に行け。よし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 、行くぜ。ゴー、行け。おっしゃ、待って待って待って、もっと後ろか。
よっしゃー、すげえ。待ってる待ってる、早い、結構早いぜ。よっしゃー、すげえ。うまく行ってるしは風鈴の部分ですね。風鈴もしっかり動いてます。結構早く回ってますね。水もちゃんと受けてますね。やばい、これだけで感動してるもん。しばらく見てれるわこれ。あ、忘れてた、電気測らないといけない。今こっちから配線が出てるんですけど、配線ここにですね、うまくいってれば電気が流れてきます。テスターで測っていきます。目標はですね、乾電池1個分 1.5V、 ミリボルトで測りましょうかね。ミリボルト、まずはマイナスの部分かな、つないでプラスですね。これつないだらもう出ます。いきますよ、一斉ので。え、出ない、なんで出ない。あ、びっくりした、電流測ってる、これ電圧ですね、こっちが電圧です。え、マジでビビった今。いきます、せーの。はっ、オーバーリミット、はっ、ミリボルト測れん。おい、あっ、すごいすごい。ちょ、メモリ大きくします。ボルトですね。え、マジで何ボルト出てれば。いきます、せーの。1ボルト出てないわ。 0.8 から 0.7。 うわー、マジか、1ボルトいかなかったか。いやでもすごいよこれ、すごい、俺すごいと思う。発電できてるだけでもすごいでしょ。プーリー使って回転数上げて、それでこれだから。いやでもすごいすごい、これはよくやった、すごい。ということで次が最後ですね、水力発電の最後の回ですね。発電した電気を使って街灯を作ります。